ね、もう一回小林さんのフルートを聞きたいと思いましてですね、お願いしたいと思います。今日司会を務めてくださった小林さんに、やっぱりの締めはですね、フランス・ウェイの曲でということで、なんとご自身に小林さんに選んでいただいた曲です。愛をもう一度、システテアホフェン、もしもう一度やり直すことができたならっていう、マトル・ルルシュ監督、フランス・ウェイ監督の作品のテーマ曲です。では、
は全部フランス姉さんのご家族にお送りします。フランスから見ててくださって本当に素晴らしい方で、お願いします。では、今日は本当に長い時間お聞きいただいてありがとうございました。出演者の方、また集まってください。最後に記念撮影で終わります。あとのリクエスト、まだこれ聞いてないと今言っていただければこの集まる間に BGM がありますけど、なんかないですか？大丈夫です。この曲やってないなとか、すいません、何曲かあるのは分かってるんですけども、ちょっと全部はね、やる時間がなくなってしまいまして申し訳ないです。じゃあ適当に BGM。 心が塞ぎ込んでしまいがちな世の中ですが、音楽は心を軽くも明るくも、そして生きていることを実感させてくれるスイッチになると実感する本日のコンサートとなったかと思います。大変な中